さっきの音、美術室の方だったよな。おかしい、意識が統一されていない。人間の姿に戻らねば。攻撃体勢を保ったまま体を。お前それ頭に何かぶってんだ。今何かを3つぐらい。圧はどこなんだよ。右。待ってくれ、島田の出す信号がひどく散漫で。これじゃ取れない。こんな状況では戦いは無理だ。とりあえずみんなと一緒に避難しよう。行け早く。あいつの方が危ないって感じ。警察はまだなんですか。ああ、そういえば遅いですね。3組だ。島田は3階だ。心が割れる。避ける。大丈夫だ、君は大丈夫のはずだ。俺は村のを守る。そのためにあいつを倒す。右、島田との距離は約60メートル。この階にいる。あそこからだ。怪我は？そっちに戻ろう。待って、向こうでみんな殺されて。今なら平気だ。来た。こんなめちゃくちゃなことが起きたら誰だって混乱するさ。もう心配いらないよ。どうしてもやらなきゃいけないことがあるんだ。俺たちにも責任があると思う。なんていうかけじめだよ。警察に任せよう。しかしそれでもいずれは力尽きるだろう。こいつでさ。だが300メートルは離れないとダメだぞ。島田に察知されてしまう。今の君のパワーにまっすぐ私の力を乗せるんだ。名前も偽名であったことが明らかになっています。島田の死体を公表してしまえばいいのに。俺たちが警察に力を貸して。断る。人という一つの種の味方ではない。新一、私には人間的な感傷がない。だから仲間を殺す時も気分的にどうということはない。混乱を避けるために存在を隠してきたが、そろそろ公にするべき時が来たんじゃないのかね。人間とパラサイトの見分け方というやつをそれとなく世間に流してやるのです。細胞自体の性質は脳細胞に似ていますが、一言で言うなら考える筋肉です。彼らは考える筋肉でありながら、ある程度の量が集まると人間並みの知能を持ちます。生きようともがきはしますが、小さすぎて融合するだけの知能がないのです。パラサイトを見分ける方法は髪の毛を抜いてみることなのです。髪の毛を一本抜かせていただく確率は低いのですが、この中にいないとは言い切れませんので。立川は？うん、優子も大丈夫。優子は昔から芯が強いから。あの高さから飛び降りて。ああ、火事場のバカ力ってやつだよ。本当にありがとう。3本も抜いちゃった。参ったな。アルコールを含んだ肉は好きじゃないんだわな。彼がこんなことするなんて。僕と泉とどこが似てるの。不意打ちは良くないね。ごめん、そりゃそうよね。あんな殺人鬼と知り合いだなんて。この子は特別なんだ。君は俺の存在を感じる不思議なテレパシーがあるって言ってたけど。そしたらそいつが化け物かどうか。ダメだ、そんなことしちゃ。本当に危険だから。君の話し方は片っ端からボロが出ている感じなんだよ。気をつけるよ。当然だ。そんなにしょっちゅう会ってるわけじゃないし。あなたが最初に会った頃と今と。私の命の恩人だし。彼どことなく凄みがあるんだよね。私にもチャンスあるかも。中に何人。お前バカか。ヤクザは一般市民には手出しできねえって勘違いしてるやつだ。2、どこまで戦えるかのな。死体だよ、頭潰されて。ヤクザの構想に巻き込まれてもしたら。なんだ。いや、さっきとだいぶ違うんで。なかなか派手にやったな。いい運動になったよ、ボ
様子。あの日のこと今でも時々夢で見ちゃうんだ。こういう時は目が覚めてからもずっと震えが止まんない。人間は動物のバラバラ死体を毎日食べているわけだから、今さら怖いものなんてないはずだって。あの時からかな。やっぱり本当は泉くん旅に出たっきり。まだ、あ、かわいい、おいで。今日はいい天気だね。そんなに寒くもないし。泉くんおじいさんみたい。ママなんか死んじゃえ。さあ行こう。いや、急に息切れがして。やめてよ、本当におじいちゃんみたいじゃない。俺がこの子と仲良くしてる時、お前にはずっと眠っててほしいって思うよ。それじゃ。君、泉慎一くんだよ。だ今も君が間違いなく泉くんだって信じられるのに。慎一、仲間だ。一体何匹いるんだよ。あっちだ。距離はおよそ60メートル、全部で8人。しかしある部分戻らなければ。上の6人、あれが全部。そして下にも2人。珍しいものも見られたし、ひとまず退散しよう。あ、寄生生物が市長候補。今こそ国レベルでより、まず市町村レベルでこそ現実的。まずい、当選なんかするもんか。そのうち化けの皮が剥がれるさ。まず第一に、人間になりすまし、人間のことを勉強するうちにそれを防ぎ、食料を確保するには情報を把握できる立場にいた方がいい。どうして？泉がいるって強く感じたから。そういうのを感じても近づくなって言っただろう。けどこのままじゃ危険すぎる。何を考えてる。別に戦っても勝ち目はないし。別に戦うためにこの町に来たんじゃない。いざ探すと出会わないもんだな。俺以外の誰かに感じたことある、うんうん、その信号みたいのを感じても近寄らないでほしい。俺以外の感じるやつかな、お前。バカ、何勘違いしてんのよ。それなら私を危険にさらすようなことはしないで。もし余計なことを話せば。分かってるよ。ちゃんと話したいことってなんだろう。もう少しあの角から。よし、眠ってる。たまたま頭の乗っ取りに失敗して右手に入り込んだ。本当だって言うなら証拠を見せてよ。だから今は眠ってるって。はっきり言いなよ。私のこと嫌いなら嫌いってはっきり言えばいいじゃん。いや、だからそういうんじゃ。だからあなた以外に近づくことはない。お、お、まあいつかは泉も秘密を見せてね。秘密って？右手のこと。わかった。感動？うん、とってもいい映画らしいよ。優子も明穂も大泣きしたっていうし。世界で私一人、その子にこんな力がある。こっちを向いて。三つを脅かさないでよ。まるでストーカーだ。おこぼれちょうだいの犬みたいにつきまとって、もう顔も見たくないわ。そこまで嫌われると。例の女、カナの能力が強まる。寄生生物同士がお互いの居場所を感じる信号だよ。信号を出せるのは極度に精神を集中させた時だけだろう。信号の届く範囲も小さい。なあ、あの子はお前の敵にはならない。お前の姿をあの子に見せてやってほしい。大丈夫だよ。じゃあ急がないと。明日、あ、明日は村野と。だがまずいぞ、仲間が二人近づいてくる。あの二人だ。動けばかえって怪しまれる。電話をかけるふりをしろ。別に珍しくもないって態度だったな。もうすぐ会える。泉。必ず助けに来てくれる。カナが死んだのに涙一滴出やしない。